ただいまから平成31年の阿波良市長年頭記者会見を始めさせていただきます。それでは市長、よろしくお願いいたします。明けましておめでとうございます。皆様にはお健やかに新しい年をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は阿波良市の市政運営にご支援とご協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。本年も何卒よろしくお願いします。今年は平成最後の年であり、5月からは新しい元号に変わります。心新たに阿波良市も大きな飛躍の年になることを期待しています。さて、年末に心配された寒波の襲来ですが、市民の生活を脅かされることなく収束いたしました。例年ですとこの時期までに1度や2度の除雪出動がございますが、これまではそうしたこともなく、市民の皆様もごゆっくりと年末年始を過ごされたことと思います。ただ雪に関してはこれからが本番でございます。市民生活の安定と経済活動の確保を第一に考え、除雪対策に万全を期してまいります。それでは阿波良市における本年の重要課題と主要施策について申し上げます。第1点目はやはり北陸新幹線阿波良温泉駅開業に向けたまちづくりです。2023年春には北陸新幹線の県内延伸が実現します。この100年一度のビッグチャンスと言われる新幹線の開業の効果を最大限に引き出し、阿波良市や堺市、さらには嶺北北部に波及させることが肝要であると考えています。このため福井県の北の玄関口である阿波良温泉駅を阿波良温泉や北方湖、金津創作の森、さらには周辺の東尋坊や永平寺、恐竜博物館などへ観光客を誘う観光交通の結節線として機能を高めるため、現在駅前広場の整備や周辺のまちづくりを急ピッチで進めているところです。市では昨年7月に策定した阿波良温泉駅周辺まちづくりプランに基づき、駅および駅周辺を福井県の北の玄関口にふさわしい交通結節点と魅力発信拠点として、駅利用者の利便性の向上を図るとともに、市民に親しまれ、市民と来訪者が集い、共に憩えるエリアとなるよう、着実に整備を進めてまいります。また、JR 阿波良温泉駅西口の土地活用検討外区における機能充実やにぎわいの創出を図るため、民間事業者の動向等の情報をこのエリアの地権者と市が共有するとともに、無秩序な土地利用がなされないよう、またより有効に活用されるよう地権者のご理解とご賛同を得て、昨年9月に駅西口エリア活用促進協議会を設立しました。この協議会は土地を所有する10人の地権者と阿波良市で構成され、福井銀行を事務局に据えています。福井銀行を事務局としましたのは、民間事業者のネットワークを有し、また阿波良市と包括的地域連携協定を締結していること、さらには協議会の運営や地権者の意見調整、事業候補者の意向確認や選定などに際して専門的な知見を有する同行が適任であると判断したからです。これまでに3回の会議を開催し、協議会の役割や今後のスケジュール、協議の進め方などについて検討してまいりました。また知見者の皆様に北陸新幹線沿線の現状や土地活用事例などの情報を提供するなどし、より有効な活用について協議を続けております。さらに事務局である福井銀行と市の職員が一緒に各地権者を個別訪問するなどし、地権者の意向確認や個別相談に応じるとともに、事業候補者との面談を通して情報の収集や進出意向の確認などを随時行っております。北陸新幹線阿波良温泉開業までの間に、このエリアに新たな民間施設が開業されることが理想です。期待感を込めたスケジュールではありますが、今年の末には地権者の意見集約と合意形成、事業候補者の絞り込みや選定を終えることを目標としています。
引き続きスピード感を持って協議を進めてまいりたいと考えています。主要施策の第2点目は、あわら市観光振興戦略でございます。現在、北陸新幹線あわら温泉開業を見据えて、本市の観光を次のステップに引き上げるため、観光戦略を明確し、各施策のロードマップを盛り込んだ観光振興戦略の策定作業を進めています。昨年7月に第1回目の観光振興策定戦観光振興戦略策定委員会を開催後、8月、10月、12月と4回の策定委員会を開催いたしました。観光振興戦略のコンセプト、基本的な考え方につきましては、和心あふれる国際的な観光地、この観光地は幸せを感じる地、土地です。 そしてサブで温泉、食、人で心と体が笑顔になる観光地の創造、この観光地は普通の観光地ですとする予定です。この和心は、あわら温泉期周辺まちづくりプランのコンセプトにも使用しておりますが、和という言葉は日本的という意味だけでなく、くつろいの和み、まとまりのある調和という意味合いも含んでございます。これまでの策定委員会では、魅力的な観光エリアの魅力的なエリア観光や移動手段の拡充、近隣しましての広域連携、市民ガイドの人材確保、インバウンドの推進といった戦略的な分野ごとにさまざまな意見をいただいております。また、委員会の開催と合わせ、関係機関に対する意見の聞き取りや、庁内関係部局との協議を実施し、戦略の具体的な数値目標も検討しております。平成29年ですが、本市を訪れた観光入り込み客数は182万人、宿泊客は約83万人と、2年続けて減少しております。今、北陸新幹線開業前と同程度の入り込み客数になっています。一方、外国人の宿泊客数は順調に増加しており、3年連続で 10% 以上の伸びとなっています。平成30年については推計値ではありますが、昨年10月末時点で昨年の実績を上回っておりますので、平成30年も 10% 以上の伸びが期待されているところです。来年は東京オリンピック・パラリンピックが開催され、北陸新幹線あわら温泉開業後の2025年には大阪万博の開催が決定いたしました。世界各国から訪れる大勢の日本への観光客を本市にお迎えするため、今後温泉や食、自然、歴史、文化などの魅力に磨きをかけ、国内外へ積極的に発信してまいります。今後はこれまで以上にマーケティング調査に基づいた集中的なプロモーション活動など、ターゲットやニーズに合わせた効果的な各種施策を展開していく必要があります。観光振興戦略においてもしっかりと目標値を設定することとしており、その目標達成に向け、観光団体や観光が関係者と一丸となって観光産業を盛り上げてまいりたいと考えています。なお、策定委員会は当初4回の開催を予定しておりましたが、委員から多くの意見や提案があり、それらの分析等に時間を要したことから全5回の開催とし、3月中旬を目途に観光振興戦略を策定したいと考えています。主要施策の3点目は、あわら市町村特命期プランについてです。各集落の聞き取り調査につきましては、10月末をもって終了いたしました。現在は取りまとめた集落カルテの内容につきまして、各区と確認作業を進めるとともに、先に行った施策アンケートの世帯アンケートの集計結果なども参考に、集落ごとのときめきプランの作成をお願いしているところです。聞き取り調査や集落カルテからは、多くの集落で子ども会や青少年団、婦人会などの活動の停滞や解散などが見られ、人口減少が集落活動に大きな影響を及ぼしていることが見て取れます。また近所付き合いの減少により、防犯や災害時の対応に不安を抱いている人が増えているとの声も寄せられています。こうした状況の中、
いくつかの集落では独自の取り組みとしてさまざまなことにチャレンジしていることも分かりました。観光総裁で使用されなくなった区民館を高齢者向けのサロンとして活用し、コミュニケーションの機会を増やすとともに安否確認を行う取り組みや、集落独自にウォーキング大会を開催し地域の団結力を保持しようとする集落、若い世代が中心となって夜回りを行い防犯や火災予防に力を注いでいる集落もありました。このような集落独自の取り組みや資源は集落の活力を維持する上で非常に重要であります。今後は各集落が策定するときめくプランをなどをもとに、市全体の町村ときめくプランを策定するとともに、新年度に向けた新しい集落支援策の構築につなげてまいります。今年はこうした事業に加え、昨年が平成30年豪雪や平成30年7月豪雨など全国的に自然災害に関する話題が多く、安全安心な町づくりについて市民の関心や期待が一層高まった1年であったことから、各集落の自主防災組織や住民同士が助け合う共助の精神をもとに、そうした防災の体制を強化し、災害に強い安全で安心な町づくりも進めてまいります。以上が本年の重要課題と主要施策です。次にその他今後の支援運営について申し上げます。北陸新幹線県内延伸の際には、北陸新幹線金沢開業の時と同様に北陸エリアがクローズアップされることは間違いありません。先ほど申し上げました重要課題と主要施策を推進するにあたり、今後を見据えますと、あわら温泉駅周辺整備などの大型事業が控え、大きな財政需要が想定されます。限られた財源の中でこれらに対応していくためには、今以上に事業の選択と集中を行う必要があります。事務事業の見直しや自主財源の確保および配分の最適化は言うまでもなく、この4月には組織体制の改変を行います。仕事の進め方改革を推進するなど、さらなるスピード感を持って行財政改革に取り組み、組織力を強化向上させてまいりたいと考えています。また北陸新幹線県内延伸を機に、市の活力の面でも市民の暮らしの面でも、あわら市が一層飛躍できるよう、さまざまなタイミングで市民の皆様からご意見を伺い、また議会とも十分協議をしながら、その都度最善かつ的確な判断ができるように努めてまいりたいと考えています。申し上げましたとおり、引き続き厳しい行財政や環境が予想されますが、新たに迎えたこの1年も10年先20年先を見据えて、皆様が夢や希望を持って笑顔で元気に暮らす誰もがときめくあわら市の実現を目指して全力を尽くしてまいる所存でございますので、より一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。最後に第4回あわら市民かるた大会の開催などについて申し上げます。あわら市は漫画やアニメ映画でおなじみのちはやぶるの主要登場人物である綿谷新たのふるさととしてたびたび作中に登場し、ファンの間では聖地の一つとされています。2014年からスタートしたちはやぶるウィークインあわらでは、作品の魅力と奥深い教員カルタの世界を体感いただけるイベントを毎年開催し、皆様にお楽しみいただいているところです。あわら市民カルタ大会はちはやぶるの聖地であるここあわら市で開催する教員カルタ大会で、今年で4回目を迎えます。試合は3人または交代員1名を加えた4名1チームの団体戦で行うこととし、市民のほか市内に通勤通学されている方やチャイアブルウィークカルタ教室に参加された方にも参加いただけます。またチハヤブルの聖地ならではの大会志向として、決勝戦などの上位戦などでは綾瀬チハヤや綿谷新たの気分で競技いただけるよう、着物と袴も用意してございます。
開催日時は1月27日日曜日午前9時15分からで、会場はあわら市武道館となっております。参加部門は経験者の部のほか、競技カルタ大会には指導経験のない人や覚えている札が30枚以下の人を対象とした初心者の部もございます。参加費は1チーム1500円です。参加を希望する皆さんは1月17日木曜日午後5時までに指定の申し込み用紙に記入の上、観光商工課へお申し込みいただければと思います。詳しくは市のホームページをご覧ください。小倉百人一首カルタ愛好者の皆様をはじめ、ちやはやぶるファンの皆様の多数のご参加をお待ちしています。さてここで、ビッグなお知らせが一つございます。今年のちはやぶるウィークインあばらはさらなる盛り上がりを見せる予定です。昨年、東京大阪名古屋で開催され大盛況を博したちはやぶるの世界末津の雪原画展が皆様の期待の声にお応えし、今年の4月27日土曜日から6月の23日日曜日まで金津創作の森で開催されることが決定いたしました。ダイナミックな競技カルタの魅力、主人公綾瀬千早、そしてカルタを通じて幼い頃に出会った真島太一と綿谷新の3人を中心に等身大の高校生たちの熱き青春群像を描き、少女漫画の枠を超え男性からも人気を博す青春コミックの金字塔ちはやぶる。今年の新緑の頃は若葉の美しい金津創作の森で開催する聖地あわらならではの展示にお越しいただき、主人公綾瀬千早と彼女を取り巻く多彩な登場人物が織りなす熱く鮮やかな青春をぜひお楽しみください。詳細については後日観光商工からお知らせしたいと思います。私から皆様にお伝えするのは以上でございます。それでは市長の発表が終わりましたので記者の皆さんからご質問をお受けしたいと思います。どなたかご質問ございますでしょうか。4月の行政改革、組織体制の改革について、もし今、もう少し詳しくおっしゃっていただけるなら。まだそう公表する段階ではございませんが、私どもの、主要課題というんですかね、重要課題を着実に推進するための組織の改変、人材の配置をするということです。例えば新幹線であったりとか、あるいは観光や商工の関係とか、鳥獣害とか防災対策とか、そういうところについては少し手こ入れをする必要があるなと思っています。先ほどの千早ぶるの原画展についてなんですけど、既に透明版で開催されているものが副に巡回するというイメージでいいんですか。新しいもの昨年2018年ですか、はい、東京、大阪、名古屋3カ所で開催されたものです。で、日本海側ではもちろん初めての原画展になります。生原画展という形でございます。複製原画展ですといろいろ開催されているところはあるみたいですが、生原画展の開催については日本海側では当然初めてというような。では内容でございますので以上で記者会見を終了させていただきます。なお次回の市長定例記者会見は2月7日木曜日午前10時からを予定いたしております。どうぞよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。